しゅうちゃんこれ、タツタじゃないわ。いやいや、タツタじゃない。サクッとしてないもん、衣が。もうサクサク感が欲しいわ。タツタになってない、マック。パンもふにゃふにゃだし。これはタツタとは認め。どうも、エタニティ合同会社のたくまです。でです。ということで、はい、今日は食べ物は大事にしてもらっていいですか。いや、しゅうちゃんも昔やったから。焼きそばバシャーン、なんとか上から落としてる。ということで、今日はマクドナルドさんからチキンタツタが新しく2種類出ました。はい、ノーマルチキンタツタ。タツタじゃないんじゃ。タッタ。タツタよ。タツタよね。普通ちょっとちっちゃい。タッチのコラボやけ。あ、じゃけ、ちっつがちっちゃいんだ。そうと、瀬戸内レモン味。瀬戸内レモン味のチキンタツタ。レモンタルタルね。ちゃんと商品紹介してもらっていい？あ、すいません。瀬戸内レモンタルタル。まあ、出たんですけど、はい、さっき僕はあのチキンタツタを食べて、はい、あのこれタツタじゃないんですよ。認められない。タツタですよ。でもタツタだけどサクサク感もないし、チキンタツタじゃないんで、うん、今日はこの2種類を本当のチキンタツタにしていきたいと思います。でも本当のチキンタツタをタツタ揚げします。あの真ん中のとこだけ。いや、もう丸ごと全部全部タツタ揚げです。これがもういきます。で、食べていこうっていう企画です。ね、はい、わかりました。それではやってみたいと思います。あ、俺片栗粉、片栗粉苦手なんよね。変な音出るじゃん、片栗粉。キュッて黒板と一緒の感覚。黒板もギャーって言うじゃん。ギャーちょっと待って。ギャーとは言わん。言う、言う。キーじゃない。キーかな。ギャーだと思うけど。いや、そんな断末魔みたいな。じゃあ今、火入れて油を温めてるんで、このタツタに片栗粉をまぶしていきたいと思います。こっちがノーマルタツタ、こっちが瀬戸内レモンタツタです。崩れぬように、えいえい。では僕のちょっと不得意な、やばい、手震えとる。片栗粉をまぶしていきます。緊張するな。うわ、すごっ。うわ、すごい音が鳴ってます。ああ、なだれですね、これ。やばいわ、片栗粉は。じゃあこれをまぶしていきます。頑張ります。もう常に黒板に爪が当たっとる感覚ですね。うわ、すごっ。ちょ、これほんまに嫌かもしれん。あんまり好きじゃないわ、片栗粉。やっぱりなんか具合悪い。ではこんな感じで片栗粉をついたんで、タツタにしていきたいと思います。まずはノーマルタツタからいきます。よいしょー。油少なかったかな。でもいい感じには上がってますよ。いい感じに揚げ上がったんじゃないでしょうか。じゃあ次は瀬戸内レモン。ではいきまーす。こっちは上手にできてますよ、さっきより。反省点を生かし、これ美味しそうやん。できました。はい、じゃあできました。バカすぎるやろこの料理。いやいや、でも揚げパンとタツタ揚げじゃけ絶対美味しいん。側しか多分タツタになってないんだけど、中には多分いってないけ。なるほどね。うん、初めの一口は美味しいんじゃないかなと思います。ということで、しゅんちゃんが瀬戸内レモンタルタル、はい、で僕がノーマルのタツタ。こんな感じでカリカリになってます。僕の方はちょっと頭皮の衣は少なくハゲちゃったんですけど、まあこんな、こんな誰がハゲこんな感じです。いや、しゅんちゃんはまだハゲてはない、薄いだけ。はい、食べてみましょう。実食入れんといけんじゃん、俺まだそれ。実食いただきます。ちょっとコメントしづらいですね。いただきます。悪くないと思うんだけど。うん、いいじゃん。揚げパンとジューシーになってない？うん、え、めちゃめちゃいいじゃん。ちょっと油っぽいけど、いや、下側はすごい。下側は美味しいよね。めちゃめちゃうまい。下側ちゃんと揚げパンになっとるし、まあ、タツタも分けてちゃんと中もタツタにすればタツタになる気がする。ごめん。うん、え、めちゃめちゃうまいじゃん。うん、悪くはない。いやいや、うまいって普通に。え、俺だけ、うん、ブブア、え、量油の摂取量、カロリーめちゃめちゃ高いと思いますよ、これ。こっちがうまいよ。
それ美味しいね。うん、なんていうの、油っぽいな。うん、レモンの風味がちょっといい感じ。あー、打ち消す感じ。そうそうそう、はい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 、爽やかになる。はいはいはい、油っぽいのに爽やかっていう謎の現象が起きた。いいね。確かに、それあるかもしれん。うん、すごいカロリーだと思うよ、マジで。カロリー2倍ぐらいだし。うん。揚げパンカロリー高そうだもんな。うん、誰やこんなバカな人が考えたやつ。しゅんちゃんよ。バラすよ。しゅんちゃんがさ、しゅんちゃんがもともとはあのチキンタツタのタツタはタツタじゃないって言い出したのがしゅんちゃんだよ、ほんまは。俺が見た目も考えもデブだから壊れる。ごちそうさまでした。ということで、どうだったですか。まあデブ大歓喜。パンが油吸いすぎ問題を解決したいということで、まあデブにとっては最高に美味しい食べ物に変貌しました。はい、はい、ということで今回はチキンタツタ丸ごとタツタに、タツタ揚げにしてみた。もう一回やろうか。